でえー、と今回話題提供としましては、まあ、生成 AI ですね、GPT の概要のお話と,、えー、と、2020年4月版のアップデートということで、えー、と1月から3月期の、まあ、振り返りとですね、えー、と4月に、まあ、どういうアップデートがあったかっていうのをです、ね、お話しさせていただければと思います。 でえー、とまずですね、ちょっと概要的なお話で恐縮なんですけども、まあ、生成 AI、えーとまあ、チャット GT、GPT あたりをちょっと復習的にお話をさせていただきます。でえー、とこちらはまあ基本、オープン AI 社が作っている、まあ、生成 AI のお話になるんですけども、まあ、GPT になるんですけども、まあ、これはまあ事前学習済みの変換機ということで、あのトランスフォーマーの方になっております。 もともとオープンに公開されたのは2022年の11月頃にごろに AI のチャットボットとしてオープン AI 社が公開しているものになります。でチャット GPT といいますと、この GPT のまあチャット機能を指すものになっております。で現在、最新モデルっていうのはですね GPT の4っていうのがですね、えー、と昨年の3月14日。 に公開されまして、まあ、それが改良されて今使われているという形になります API1 ですと GPT4 のターボというのになりますで、えーとまあ、これは最初からいろいろ議論があったところでデータがまあどこまでのデータを使って学習しているかというところは、まあ、今のモデル最新のモデルですと、まあ、2023年の12月までのデータを使って学習されていると ものが、えー、とモデルとして公開されているという形になります。えー、GPT-4 という名前で、えー、とずっと統一されているんですけれども、使われている内部のデータというのがです、ねえーとまあ、結構あの時期によって、えー、とあの変わっているというのが現状です。でえー、とこちらはです、ねまあ、大企業ゲームモデル、よく言われる、まあ、LMM というのですね生成 AI のモデルの一種になっています。えーとまあ 簡単に説明しますと、大量のテキストを学習者 AI モデルになっていまして、やっていることとしては、テキストを新たに生成する過程で、次に来る単語を高確率で予測できて、結果として人間が自然に感じるような文章が生成できているというようなモデルになっています。で、これによってですね、従来コンピューターの言語を使って、 あのまあいろんな計算機とかに指示を出してたんですけども、この LLMM を返せることで、こういう一個フィルターとしてかますことで、自然言語をまあプロンプトとしてえーまあそうする利用することができて、直接まあ AI とか計算機、あ他もろもろにまあ命令できるようになったということがですね大きく変わ,ってると変わってきたところかなと思います。 でえー、とこちらがですね、オープン a i 社が提供するまあ代表的な API のモデルになっているんですけども、代表的なモデルとしては、左側のですね、このようなモデルがですね、あの代表的にえと公開されてまして、まあ、この GPT のモデルですね、3.5とか4とかですね、あとはあのエンベディングのモデルとか、画像あの生成のモデルとか、あとまあ音声、 えー、認識に関するモデルがあの公開されております。まあ、こちらはまあ代表的なモデルで、まあ、ちょっと内部でですね、スナップショットでいくつか分かれておりまして、今本当最近出てきた最新がこの GPT-4 のターボの、えー、と今月の4月9日のスナップショットっていうのが最新になっております。で、えー、と前回との 変更点でいうと、この代表モデルがターボがプレビューだったのが、まあ、ちゃんとした正式のターボに変わっているというところと、まあ、この GPT4 のテキスト入力と画像認識ですね、両方できるビジョンというモデルがあるんですけど、まあ、それも API として使えるようになっているという形になります。まあ、こちらがです、ね、API として使えるモデルの一覧と。 形になりますはい。で、えーとねえー、そこはまあ実際の最近どういうことが起こったかというののを振り返りをさせていただければと思います。とはですね、ま,あえー、まず最初に、まあ、1月から3月期の振り返りで、まあ、何かちょっと、まあ、これは振りもっと詳しく深掘ったらいいなという内容はですね、ちょっと別スライドで、えー、と詳しく触れております。なので、ざっとお話しさせていただきます。 でえー、とこちらがまあ全体の3ヶ月,月間の振り返りで、まあ、1月どんなことがあったかというと、まあ、GPTs っていうチャットボットを作る機能が、まあ、新しく昨年末ぐらいにあのリリースされたんですけども、まあ、それをです、ねまあ、ストア化して、ユーザーが使えるようという機能,機能というか、そういうサービスがです、ねまあ、g t p ストアという形で、1月の10日ぐらいに公式版がリリースされたと。 という形になります。であとはまあプラン、新しいプランの提供で、まあ、小規模チーム向けの,あのプランが提供されているという形になります。で、これ、黄色いところが大体オープン a i 社とかが、ね、オープン a i 社がのまあサービスとかですね、モデルとして公開されているものになっています。で、2月になりますと、まあ、この GTP、ChatGTP の新たな機能として、 えーとメモリ機能っていうのが強化されまして、まあ、自分が過去に、えー、行ったチャット記録とかをですね、まあ、このモデルの新たな学習データにできるというような機能が新たに追加されています。で、2月の後半から3月ぐらいかと思うんですけども、ソラーというですね、まあ、テキスト2ムービーの動画生成のモデルっていうのがですね、えー、とオープンエア社から発表されています。 で、この紫のとこですね、あのちょっとオープン AI じゃないネタになるんですけども、あこの3月4日に、ね、アンスドピック社っていうあの別の,この生成 AI の開発会社からですね、クルード3っていうのがあの新しいモデルがあの公開、リリースされまして、まあ、これは結構いいんじゃないかというので、いくつか,あのかツイッターとかでも騒がれてたかと思いますし、で実際ですね、これアマゾンの まあこの AI 系、生、ま、成、あ、AI とかがビルドできるサービスがあるらしいんですけども、これでも、これで使えるようになったっていうのが最近らしいです。で、あとはあ東大発のベンチャー、この、まあ、以前にも何回か触れているんですけども、えっと、エライザというあのベンチャーがありまして、ここであの日本語の LLM、MM、を作って、あのこうオープンソースとして公開しているんですけども、これの えーと最新版が3月12日あたりに出たというで、えー、とニュースになっておりました。でこれがですね、まあ、g t p でいうと3.5相当というような制度になるというお話でした。でこのエライザーっというところをですね、ちょっと深掘りしていきますと、まあ、これがですね、一応サービスとして、 えっと、公開しているページになるんですけども、まあ、こういう形で、えっ、ー、と、まあ、UI 付きで、えっ、ー、と、モデルが使えるようになっています。で、えっ、ー、と、このニュースが出たときは、まあ、3月時点では、まあ、これが一番日本語のモデルとしてはいいんじゃないかというようなことで、えっ、ー、と、まあ、発表はされていたという形になります。で、一応、まあ、デモとして、この エライザ LMN4JP というサイトでえと、まあ、試して使えるという形ですし、ハギングフェイスとか他、他、まあ、とかでもあのモデルが公開されてますので、まあ、オープンソースとして利用できるという形になります。でえー、と次にです、ねまあ、4月バナナ、4月も結構いろんなことがありまして、<laughs> あのちょっと左から <laughs> あの触れていきますと、えーとまあ、4月の14日にです、ねまあ、オープンエア社が東京オフィスを作るということが、えー、と発表されました。でえー、とそれに加えてです、ね、まあ、こう先ほどの話にかぶるんですけれども、このオープンエア社、まあ、自身が、まあ、日本語に最適化された、えー、GPT4 のカスタムモデルを提供開始しますよというのも、えー、合わせて発表された形になります。 でこれまで,です、ねまあ、今日オフィシャルにはこう個別言語に特化したものっていうのは発表されてなかったので、まあ、これが初めてという形になるかと思います。で、えーとまあ、使用についてはです、ね、まあ、数ヶ月以内に API がリリースされて使えるというようなものらしいですね。でまだ,まだそのすぐに使えるというものではないという理解になります。 で、あとですね、まあ、4月の18日ぐらいに新しい、えっと、チャット GTP の機能として、えっと、ダイナミック機能ですね。えっと、これが、まあ、もともとそのモデルを選んで使うという形だったんですけども、そのプロンプトに応じて、適切なモデルが、まあ、自動的に選択されて、まあ,あ、生成されるという形の機能が新たに追加されています。と、まあ、細かいアップデートですけど、まあ、サインアップなしでも利用できるようにしたとかっていうのが、 まあ、アップデートとしてありました。あとですね、まあ、OpenAI 社とは、まあ、違うニュースとして、まあ、3つほど出させていただいたのが、一つは、なんか、Google から出ていた、まあ、この LMU の、あの、で、無限の長さのテキストを処理できるような手法を開発したみたいなですね、うん、プレプインとか、えっ、ー、と、今月先、今月ですかね、今月後発表されてたりとかですね。 あと、4月18日に、えっ、ー、と、メタ社の方から、まあ新、新たなモデルとして、RAMA3 という、えー、このモデルですね、が、えっ、ー、と、オープンソースとして、えっ、ー、と、リリースされています。ですので、ま、今後、まあ、2で今まで作ってたのが、すべて、この3でもう一回やり直されるという形かと思います。 であとはですね、これもちょっとピックアップしたんですけど、まあ、日経新聞社がですね、えー、LMM モデルを発表したっていうニュースがありまして、まあ、これはまあ40年間分の記事をですね学習データにして、LMM のモデルを作ったというで、まあ、すごいなんか、とうとうここまで来たかという思いながら、はい、とニュースを見ておりました。でここでまあいくつかちょっと深掘りをさせていただきたいんですけども、まあ 一つは、えー、とこの東京にオフィスができるっていうお話ですね。で、えーとまあ、これで結局ですね、あのまあ、ジェネラルな LFM、MM、のモデルと、じゃあ、言語に特化されたらどうなるかっていうところなんですけれども、一、まあ、つは、彼らが言うには一つはまあ動作速度が速くなりますよと。で、この日本語にえと特化させると、まあ、大体3倍ぐらいですね、あの日本語の処理が速くなるというところです。 で、えっ、ー、と、まあ、少なくとも数ヶ月以内に、ま、API リリースしますということで、えっ、ー、と、今までですね、まあ、止まってた処理とかが、これで少しは、まあ、日本語を入れて、プロンプトスとして入れたときに、ま、止まってたような処理が、これで動くかもしれないというところかと思います。でえっ、ー、と、もう一つがですね、えっ、ー、と、メタ社の、 リリースされまして、これも先週ぐらいにリリースされています。で、もうすでにですね、えっ、ー、と、AWS とか Google とかでももう使えるようになってるんじゃないかなというのは、いいような感じかと思いますし、えっ、ー、と、こちらは GitHub のページなんですけど、一応 GitHub のページもありまして、これで、ここであのモデルを公開しているようです。 あと、ハーギングフェイスの方にもあるかと思いますけども、す、ま、で、あ、にオープンソースですので、モデルは公開されているという形です。で、えー、と何百ちょっとっ何もでしたっけ。えっ、ー、と、一応80億パラメーターと、大きい方が700億パラメーターですね。この2つのモデルがあるということで、えー、と2種類のモデルですね、公開しているという形のようです。 で、えっ、ー、と、一つはですね、私は使ってるの、っていうか契約してるのはここしかなくてですね、まあ、ディープインフラっていう、あのー、えっ、ー、と、Web API、この LM、MM、f とかのウェブ API 立てるサービスがあるんですけども、こちらをさっき見てたらですね、まあ、ここで、えっ、ー、と、メタのラマ3ということで、えっ、ー、と、70B のモデルと 80B のあと 8B のモデルですね、えっ、ー、と、これが一応、あの、リプロイできるようになって 早く 1>,、まあ、1週間ぐらいで,ですで、ねえっと、に使えるようになっているという形になります。